ティンデラックス袋の旅島和明です。今年の4月ですかねに新しく会社を立ち上げられて、はい、株式会社レスカを立ち上げられたと。前職印刷広告関係をやっておりました。で今も、会社としては、広告をやらせてもらっています。こういうデザイン関係からこう制作を軸を2つぐらい、まあ、この広告以外に作ろうと思って1つが不動産で、もう1つはちょっと、まあ地元の高校生のターゲットとか、はい、ちょっとクルートサイトみたいに作っていけるかなと思いますね。この番組を見てる、そうですね、方々にも何かこう特典みたいなのもなんかできたら、リパブリスの特選の、69IPA っていうのがありまして、オリジナルビールです。それをあの来てくれた方全員に、